ンドッサ。うまいな。さ、行くか。ありがとうございました。あなたか。ごめん、お店勝手に使わせてもらっちゃった。ああ、どうしたの？何か聞くことがあったんじゃないの？いや。そう、関西に帰るのか？ええ、あんなことがあったばかりだからママのことが心配なの。大阪までは一緒に帰ってあげたいの。ああ、そうした方がいい。なんか大変な時に逃げ出すみたいで悪いわね。いや、こっちのことは心配するな。そうね、もうあなたの身辺保護も必要ないみたいだしね。やだ、ごめんなさい。お前、怖いの。え？これ以上事件のことを調べるのが、初めてそう思った。あれだけ知りたかった私の過去、
どんな事実でも受け入れられると思ってた。でも あなたの言った通りよね。やっぱり辛くなっちゃった。でももうやるしかないのよね。大丈夫だ。え？どんな結果であろうと俺が全てを受け止めてやる。だから何があっても帰ってこい、この町に。ねえ。うん。それでは出発いたします。手間取らせやがって。おお、来たか。カズキ。キリュウさん、すいません。お呼び立てして。いや、それより体の方は大丈夫なのか。ええ、もう大丈夫です。カズキ、すまなかったな。こんな目に遭わせちまって。いえ、
伊達さんには助けてもらったんです。何言ってるんだ。いや、本当です。私をあの組織から救い出してくれたんですから。どういうことだ。実は半年ほど前から私は監禁されてたんです。半年も。え、じゃあ店にいた和樹さんは。ああ、あれは俺じゃない、例のもう一人の男だ。最初は俺も信じられなかったよ、自分そっくりの人間がもう一人いるなんてな。その男は韓国人でした。尋問派の連中か。そうです。店先で急に襲われたと思ったら半年間も監禁される羽目に。じゃあ奴らお前を利用して俺たちをはめようと。おそらく。桐生さん、伊達さん、奴らとんでもないことを話していました。なんだ。監禁中に知ってしまったんですが、奴らはこの町を破壊するつもりなんです。どういうことだ。爆弾は一個じゃない、すでに多くの爆弾がこの町に仕掛けられているはずです。え？奴らは着々と準備を進めてました。爆弾の場所は？ただ数は分かります。いくつだ。連中は言ってました。26年前殺された恨みの数だけの爆弾を用意したと。桐生、確か例の事件で死んだ人間は33人だ。爆弾は全部で33個。一つがミレニアムタワーの爆破、そしてもう一つが昨日倉橋が準備したものだとすると残りは31個だ。キリュウ、俺は警察に事情を話して爆処理を発動できるように要請する。爆処理？爆発物処理班のことだ。たとえ爆弾が見つかったとしても専門知識がなきゃ処理することはできんからな。わかった。ん？何？ああ。それでは出発いたし。31個の爆弾だって。はい、でも大丈夫です。爆弾の件に関しては伊達さんが警視庁に掛け合ってます。今俺たちにできるのは町を合流会から守ることです。そうは言っても
主だった幹部は殺されちまって、組員は浮き足立ってまとまりがつかない状態なんだよ。柏木さん、どれくらい兵隊を集められるんだ？そうだな、神村町周辺の組織に声をかければ300ぐらいはなんとか。柏木さん、その300人俺に預けてくれ。ああ、すぐに招集をかける。搭乗会のために立ち上がってくれるんだね。親父や風間のおじきが体を張って守ったこの町を合田龍二のようなやつに好きにさせたくねえんだ。合流会を返り討ちにしてやる。大吾、お前聞いてくれ。いいか、これは東条会だけの問題じゃねえ。関東の極道組織の存亡をかけた戦いだ。俺たちはこの町と共に生きてきた。世間様から痩せれば綺麗事かもしれねえが、俺はこの町が好きだ。だから世話になったこの町に恩返しがしたいんだ。天下の東条会の組員として体張って合流会の神室町進行を食い止めようじゃねえか。これで大吾は誰もが認める東条会の跡目ですね。俺だ。分かった、すぐに西の河原へ向かう。どうしたんだ？伊達さんからだ。何か問題があったらしい。
時間食っちまった。時間食っちまった。何があったんだ。警視庁は今回の一件動かないようだ。何だって。伊達は例の事件の容疑者だったんだ。そういう人間の情報は信用できねえってことなんだろう。それに31個の爆弾が仕掛けられてるってのも和樹の証言だけだ。昔から警察ってとこは証拠がなければ動かねえ。分かってはいたんだが、こうも門前払いを食らうとはな。それじゃ、カムロ町を救う手立ては何もねえのか。俺たちでやるしかねえな。300人の組員、爆弾処理に回すんだ。合流会はどうする。俺が相手になる。一人でか。この広いカムロ町で31個もの爆弾を探すのは簡単じゃねえ。町に詳しい登場会の連中は全員そっちに回った方がいいだろう。だから合流会は俺が何とかする。分かった。しかし31個か。せめて場所だけでも分かればな。ここのシステムが残っていれば増産もねえんだが。揃って不景気な面しとって。真島の兄さん、キリュウちゃん、絶体絶命のピンチって感じやな。おりゃ邪魔や。どけどけ。おりゃ。ありゃ。おりゃ。どうしたんだ。ここのシステムが必要や言うたやろうが。うわりゃ。なんでやねん。なんで動かへんねや。うわりゃ。おいおい大丈夫か。うわりゃ。止めた方がいいんじゃねえのか。
か。動きやくれ、動きやこのボケ。こんなこともあろうかと俺がメンテナンスしとったんや。ほう、大したもんだ。まあ、ほんまはこれでボロ儲けするつもりやったんやけどね。助かったぜ、真島の兄さん。ほら、あんたの出番やで、伝説の情報屋はん。おう、これなら爆弾の場所を特定できる。あとは任せたぞ。ああ。どちらまで行かれますか。それでは。
人間に手出しやがって。お前らの狙いは俺だろ。その通り。ここなら確実にあんたに会えると思うとったんや。随分手間かかったみたいやないか。龍二。おお、いつらや。それでないとやりがいがないっちゅうもんや。よっしゃ、思う存分暴れたれ。
キリュウさん、今のあんたを倒しても本物の竜にはなれん。それにあんたには他にやらなあかんことがあるやろ。なんだと？爆弾の処理。お前が人工派を使って仕掛けたんじゃねえのか？ありゃ人工派が勝手にやったことや。関係ない。わしもこの町傷もんにされたら困んねえ。何を言ってるんだ。いずれカムロ町はわしの町になる。綺麗なまま引き渡してもらわんと価値が落ちてまう。龍二、全部ことを済ませたらわしんとこへ来いや。逃げも隠れもせん。この町で一番高いところであんたを待つ。わかった。今度は一切の邪魔はなしや。さしの勝負や。ああ、少しは落ち着いたか。合流会相手によく戦ったな。いや、俺も和樹さんもこの町がなけりゃ今の自分はなかったんです。だからカムロ町に攻め込んでくる奴は許せないんです。けど俺は奴ら相手に何もできなかった。そんなことはない。体張って店を守ろうとしたじゃないか。桐生さん、お前たちは毎日一生懸命働いている。立派なもんさ。それがカムロ町の力になってるんだ。それに引き換え俺はこんな時にしか役に立たない男だ。一人で病院へ行けるか。はい。大吾、合流会の仕業か。ああ、だが兵隊は全部片付けた。じゃあ合田隆二はやったのか。いや、あいつとの決着だけが残ってしまった。そうか。爆弾の方はどうなった？30個は解除できた。今最後の一つを真島のおじきが解除してる。真島の兄さんが？次は青やな。はい。
なんや、腹の調子でも悪いんか。いや、故郷に残してきたお袋のことを思い出してしまって。なんでおかんと爆弾が関係あるんや。いや、お袋一人暮らしだから、自分にもしものことがあったら。せやからこうして解除しとるんやろうが。でも親父、これでこの配線を解読できるんですか。アホか。俺がこないなごちゃごちゃしたもん分かるはずないやろが。せやけどやらにゃしゃあないから、こうやって勘を働かしとるんやないか。勘？勘なんすか。なんやお前、俺のこと信用しとらんのか。いや、そんなことはないっす。それならはよやれんけい。はい。あ、親父、最後の2本です。あ？めんどいや。どちらにしようかな、神様の言う通り。決まった、赤や。親父、生きるか死ぬかの選択なんです。もうちょっと真面目にやりましょうよ。セーブオーケー、もう赤に決まったんや。それ貸せや。嫌な夢ね。よし。行くぞ。なるほどね。行くぞ。これが引っかかりそうなんだな。どちらまで行かれますか。それでは出発いたします。さすがだな、真島の兄さん。いや、今日はほんまに勘が冴えとったわ。百発百中やでな。はい、ありがとう。やめや、備えに感謝されるようなことしてへんわ。遊び半分ってとこや。さ、飯でも食いに行こうが。仕事すると腹がすくの。はい。じゃあキリュウちゃん、後のことは任せたで。ほな。そうや、キルちゃん。リュウジとかいうやつに負けたら承知せえへんで。俺との勝負も残っとるんやからな。ええ。どうしても郷田リュウジとの決着をつけに行くのか。夜になったら狭山が戻ってくる。そしたら一人で奴のところへ向かう。それまでの時間、久々に遥かと街を楽しむさ。
いや。ん？ああ。そうだな。まで行かれます。それでは いらっしゃいませ。お腹すい。ありがとうございました。ありがとう、おじさん。いらっしゃいませ。さ、行くか。ありがとうございました。
決めて、こんなところで止めちゃって、どうだ、行きまーす。ストップ。どこを狙いを決めて、どこを狙い、どうします、うまく狙えましたか。
動で動きます。よく狙ってください。次はどこを狙おうします。うまく狙えましたか？自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 動で動きます。よく狙ってください。どこを狙うかどうします。うまく狙えましたか？自動で動きます。よく狙ってください。どこを狙うか画像します。うまく狙えましたか？自動で動きます。また遊んでくださいね。ふーん、狙えましたか？自動で動きます。
はどこを狙おうします。うまく狙えましたか。自動で動きます。よく狙ってください。どこを狙うかが移動します。うまく狙えましたか。自動で動きます。よく狙ってください。次はどこを狙い移動します。うまく狙えましたか。自動で動きます。一家にいた。お久しぶりです。どうしたんだこんなところに。ええ、ちょっと。ハルガ、少しキリュウに話したいことがあるんだ。表にいてくれないか。うん、わかった。これを見てもらいたい。倉橋の持っていたデータをコピーして須藤に解析してもらったんだ。これは佐山と合田隆二の経歴だ。合田隆二の両親の欄を見てみろ。ジョン・スヨン、まさか
佐山薫と合田隆二の母親は同一人物なんだ。ということは。今帰ったわ。どうしたの？そんな深刻な顔をして。いや、彼とは初めてだな。警視庁四課長の須藤警視正だ。はじめまして。はじめまして。府警四課署に警部補の佐山薫です。私は捜査の続きがありますので、これで。ああ、どうして本庁の四課長がここへ？例の爆弾騒ぎのことで俺に事情を聞きに来たんだ。それで爆弾はどうなったの？全て解除できた。そう、それはよかったわ。倉橋が持っていたディスクはどうなった？府警のシステムでも解析できなかったわ。そうか。交流会の方はどうだったの？どうにか撃退できた。残るは龍二一人だ。一人？そうだ。奴は俺との決着を望んで一旦退いた。どこにいるの？神室町の一番高い場所、そこで待つと言っていた。神室町ヒルズのことは？おそらく。あなた行くの？ああ、あいつとの勝負避けて通ることはできない。行かせないわ。何？私は府警四課の主任よ。殺し合いをしに行く人間を見過ごすことなんてできないわ。今になって何を言ってるんだ。ただ私は警察の人間として言ってるだけよ。そうか。だが俺は行く。勘違いしないで。あなたはまだ私の監視下にいるのよ。する気になればいつでも逮捕できるわ。ならすればいいさ。どうしても行くのね？ああ。ならその前に行ってほしいところがあるの。なんだ？今うちの課長が警視庁に来てるの。あなたに話があるそうよ。何？別所さんが？ええ、近江高島会の動きが怪しいの。多分そのことよ。どうする？言ってもらえる？ああ、分かった。何？ええ、それでは出発いたします。さっきの佐山の態度気にならなかったか？
ああ、関西で何かあったんじゃないのか。それに府警の四課長がこんなところに呼び出すってのもおかしな話だ。うん、誰もいないようだが、これはどうしたんだ。これは狭山か。これでいいわね。こんなところに呼び出してごめんなさい。私にもしものことがあった時のためにこれを残しておこうと思いました。私が知っている全ての情報と今の私の正直な気持ちをあなたに聞いてほしかった。少しの間時間をください。たった今府警のシステムで倉橋が持っていたディスクの解析に成功したわ。そうしたらあることが分かったの。私と合田隆二は血のつながった兄弟だったのよ。多分河原さん、いや私の父があの現場から救い出した子供が合田隆二だったのね。今の私にとって唯一血のつながった人間が合田隆二だなんて、こんな皮肉ないわよね。あれだけ憎んでいた極道組織の男が兄弟だったなんて。今の私にできることは合田隆二に全てを話し、この無駄な抗争に終止符を打つこと。彼のたった一人の肉親として、そして府警四課主任の任務としてね。あなたが私に話してくれたこと、二人で歩いた大阪の街、忘れたりはしないわ。ずっと胸に刻んでおく。それが私にとって唯一のあなたとの思い出。それでいいのよ。やっぱり私とあなたは住む世界が違うんだもの。心を許した私がいけなかったのよ。それだけ。あなたは素敵だった。ごめん、笑顔で別れようと思ったのに。あなたの言う通り、宿命から逃げずに生きてゆくね。さよなら。狭山。Beep, beep.